コンパクトカーの例4代目、トヨタヤリスコンパクトカーとは乗用車の形状の一つである。全長 4400mm 級未満の小型車に用いられることが多い。特に正し書きがない限り、日本ではそのうち登録者を指すのが一般的である。これといった明確な定義は存在しないが、日本では一般的に普通車のうち全長が4200。 ミリメートル程度まで、全幅がおよそ1700ミリメートル程度までの5ナンバー枠のサイズの前後で、形はハッチバックやトールワゴンなどの2ボックス型ボディが主流である。欧州の基準で言えば B セグメントが近い。また輸入車と比較する場合には C セグメントをコンパクトカーの範疇に収める場合もある。 エンジン排気量は1000から 1500cc クラスの直列3気筒から4気筒のものが多いが一部グレードや姉妹車 2500cc 超、車種によっては V 型6気筒 3500cc もの大排気量エンジンを搭載しているものもある。近年は安全基準の強化や海外での売り上げを重視する車作りが進み、車が全体的に肥大化しているため、 国内でのコンパクトカーの人気は安定して高い。2019年現在、日本で売れている登録者の25%はコンパクトカーである。一方で広大な土地を有する北米大陸におけるコンパクトカーは日本より一回り上の大きさの C セグメント車。具体的にはトヨタカローラ、日産、セントラ、ホンダシビック、マツダマズダ3クラスの車を指す。 全長は 4300mm から 4700mm で4気筒エンジンを搭載するものが多く、排気量はおおむね1500から 2500cc 程度である。なお、2020年現在における基準では、ノッチバックセダン、およびクーペ、ステーションワゴンの場合、全長 4500mm 以下、全幅 1750mm 以下、 ホイールベース 2650mm 以下はそれぞれサブコンパクトカーに分類され、具体的には日産、バーサ、トヨタプリウス C、トヨタヤアリス、日本仕様のトヨタカローラセダン、カローラツーリングなどがこれに該当する。欧州では日本同様 B セグメントのハッチバックと加えてさらに小柄な A セグメント車も指す。A セグメントはヨーロッパ諸国において 主流となっているクラスで日本にも主な車種が輸入、販売されている。以前より一部のカーマニアが物珍しさに購入していたが、1990年代からの価格の値下げや右ハンドル車、販売網、サービス体制などの拡充で場合によっては国産車との比較対象に入る場合もある。結果としてカーマニアではない一般のユーザーが購入するケースも かつてほど珍しいものではなくなってきている。2000年代初頭に欧州メーカーから消費気量エンジンにターボを装着したダウンサイジングターボが誕生し、急速に普及。同ターボは消費気量化で高速性能と燃費向上を両立させ、非等数の減少でコストダウンと軽量化を可能とし、国産メーカーでも多くの車種で採用された。それ以前はアルファロメオ、 147GTA、アルファロメオ、147GTA、BMW、M140i、トヨタ、ブレードマスター、スバル、インプレッサ WRXSTIA ライン、など、大廃棄量のコンパクトカーも存在した。モータースポーツでは、ラリーやジムカーナ、ダートトライアルなど、小回りが重要な競技で用いられることが多い。 特に WRC や世界ラリークロス選手権では現在外クラス含め用いられているマシンのほとんどはコンパクトカーである。戦後欧州ではゴッコモビールほか様々な小型大衆車が日本国内同様に登場し消滅したが現代において有名な車種として初代 VW ビートルに始まり同様に約40年間にわたり基本的に同じモデルが 製造を販売されたミニを筆頭に、シトロエン 2CV やフィアット500あたりが減流。一時期は、大型化へ進んだフィアット128や、シトロエン GS があるものの、オイルショック以降モデルチェンジされ新登場した、フォルクスワーゲンゴルフアイに、ルノー5や、フィアットパンダといった小型車が開発され、当時のベストセラーとなった。この系譜を引き継いだのが後述の輸入コンパクトカーである。 一般的に指摘されているものを挙げる。ここでは日本においてコンパクトカーと扱われているものについて記載する。が付与された車種は既存の車種をベースとしたカスタムカーは電気自動車は日本メーカー製日本国外専売車種。ありがとうございます。